はい、今回はですね、はい、なんとリアルオールドルーキーということで、はい、先日オールドルーキー最終回が終わったんですが、まあ、僕も初回になんと出演させていただいたんですが、実際にそのリアルオールドルーキーということで J リーガーを引退されて、そのセカンドキャリアとして仲介人、マネージメント会社に勤めてる選手に密着したいと思いますので、こちらの事務所に来てますということで、こちらの所属選手たちっていうことなんですが、5選手だけって書いてあるんですね。はい、はい、今は在籍してない選手もいるんですが、皆さん鎌田選手も今在籍してます、中村俊輔選手とか、もう有名なそうそうたるメンバーなんですが、実は那須大輔、私も現役時代こちらの事務所に所属してました。で、こちらの事務所スポーツコンサルティングジャパンというんですが、そのオールドルーキーも監修にちょっとこう入ってるということで、どういうことをされてるのか早速ちょっと密着していきたいと思います。馴染みのある選手かもしれないです、視聴者の方、はい、僕も一緒にプレーしたことある選手です。じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、おはようございます。あ、こちらにいました。はい、リアルオールドルーキーおはようございます、坂田大輔さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。坂田とは横浜 F マリノス。はい、そうですね。5年間俺は6年いたから6年だ、一緒にやって、引退が何年？これは2017シーズンがラスト。2017がラスト。そうで引退して、うん、引退してこの会社スポーツコンサルティングジャパン2018入社で、あ、リアルに、そうです、仲介に代理人業務目指してるというので、はい、ちょっとどんなことしてるのか密着させてもらいたいので、はい、全員まさにオールドルーキーがもうつい先日まであったから見てた。見てました。あ、1回目出ましたそれを読んだみたいな、ちょい入れでしたいや、ちなみに最終回も那須さんちょろっと回想シーンで出てたんで、はい、いや、もちろん見てますよ。いや、ありがたいですよね、でもはい、はい、もうこうやって引退してそれで使っていただけるのもじゃあ今日ちょっと一日よろしく、はい、よろしくお願いします。お願いします。これから2番目だよ那須大輔全然髪型にこだわってないです。まだおしゃれに目覚めてない、目覚めてない時です。今日の一日、そう、一日の業務、ん、通常だから今10時前に出社して、はい、何時まで仕事してるの？いつも大体6時ぐらいかな。6時ぐらい。そこはもうなんか予定がある人とか、うん、ちょっと遅くまで残る人もいるけど、大体6時ぐらいにみんななんとなく帰ろう、上がるとかそういう会話しながら、まあ実際そのデスクワークもあるでしょ、まあ、今日はその編集とかって聞いたんだけど、はい、それ以外にやっぱ選手のサポートとか、うん、今在籍何人だっけ選手が、どこまで含めるかね。あ、そうか、サッカー以外もあるのか。そう、まあ、これがいい最初のやつね、最初で2022の最初こちら、あ、だから名前入ってない人も、あ、ない人もいる、こちらほら。で、あの、サッカー選手以外だと内村航平選手とか、ここが今の現所属選手、マネージメント、はい、見てください。はい、那須大輔引退後もほら業務委託でお願いしてますね。はい、安倍さんの前にいますか。安倍ちゃんの前にいるっていう、本当になことに本当にそれ多いですけども、選手のサポートをしてんだけど、外に行くときもあるでしょ、もちろん。選手の移籍であったり、うん、まあ、コロナになって本当練習とかね、練習試合見に行けるっていうのが、うん、もう極端に減っちゃったんで、うん、基本的にはもう映像とかこういうの基本的にこうやってやって、何かあったときに選手に、あ、はい、うん、で、サガティはそのエージェントのライセンスっていうのを目指して取りに行きたい。今ね、現状ないんで、まあそれはライセンス制度がないよね。そう、ライセンス制度がないから仲介人登録っていうのを JFA で面談して、面接して、なるほど、まあ、基本的には多分誰でもなれるのかな、うん、したってのはあんまり聞いたことないから。そうなのね、うん、一応登録をしっかりする、登録しっかり、あ、面接をして、そのライセンス制度っていう代理人業務はその制度があって、免許取らないと、資格がないとそういうエージェントができないという、そこから今は それが撤廃になって、はい、その登録をすれば誰でもその選手のマネジメント、エージェントができるっていう、うん、昔だったね、エージェントとか代理人っていう呼び名だったのが、今はもう仲介人っていうのが正しいのかな。俺は個人的に聞きたいんだけど、うん、
選手だったじゃん、うん、で中しかもサカティも仲介されてたのだから、ここの事務所だったの、はい、選手だったので、そこから仲介人になって、今度マネジメントする側になったでしょ、うん、選手の時に感じてたことと仲介人になって、うん、こう選手に対して感じることってまた違う、まあ、基本的にはこうずっと僕もお世話になってたから、うん、そういう業務っていうのを旗からちょっと見てた、うん、こういう時にこういうアドバイスをしてくれたりっていうのもあるんで、基本的にはそれと同じことを引き継ぎながら、でプラス自分のサッカー選手としての経験とかを伝えていくので、基本的にはそんな選手の頃とこっち側の立場に立っても物事の考え方っていうのはそこまで大きく変わらない、変わらないかな。うちらのまあまあここはい、こんにちはとかもっと前の若手は自分のなんか自己管理とか、うん、セルフプロデュースとかそんな言葉あんまなかったので、はい、もうやんちゃって言葉がやんちゃな選手って言って、ね、いや本当にそう多かったよね。あ、やっぱそういう感じじゃないんだね、うん、今の全然だって今の、うん、あの当時の僕らの世代は、うん、栄養のこととか休息のことを伝えてもやらない、うん、やらない、やらない、いやいや好きなもん食ってとかなんかやってたけど、うん、今の子たちも言わないと思うやってますよそんなのみたいな。あ、なるほど。言う必要もない。言う必要もない。ちゃんと取ってます。栄養素はしっかり。まあ意識が高いっていうことですね。うん、今の選手たちは。え、今からはじゃあ、もう月曜火曜は基本的に、まあ土日自分の自宅で、うん、まあダゾンとか、うん、まあ会場に行くこともあるけど、うん、試合を見て、うん、やるんだけど、月間にその見れなかった試合を、うん、もうバーッと見て。うんうん、あ、その、出てる所属選手、所属選手のね、あ、はい、で見て、そっから、うん、その映像を編集していく。それ何のための編集なの、その映像編集は、移籍の時とか、売り込みの時とかにも使う編集だったり、今、選手に試合終わった後に渡したりもしてて、うん、あ、俺ももらってた、本に所属してた時、そうそうそう、それを作ってるのね。そう、土日に試合やってて、月間にこうバーッと見て、火曜日までにはなるべく選手に編集映像バッと渡して、渡す、うん、めちゃくちゃありがたいんだよね。いいシーンしか切り取ってくれる、あの切り、はい、しっかり編集してくれるから、もう年間のいいシーンを、そうだからこう、ちょっと行き詰まった時とか見返したりね、はい、うん、そうかなり邪魔しちゃったんで、もスタートだし、あと何試合か残ってるかそこをバーッと見てってやって、じゃあお願いします。はい、お願いします。ここの事務所居心地が良すぎてたまに一人で遊びに来るんですけど。そうなんですか。そう、お茶とか甘いもの食べてゆっくりさせてもらって。後で、副社長に聞くんですが、ここのスポーツコンサルティングジャパンの社長が、エージェントの資格を持ってるロベルト筑田さんが社長で、はい、今、スペインに行きます。それこそスペインだったら久保選手とか、その柴崎岳選手とか、はい、そこの交渉だったりっていうのを直接こうやりに行ってるっていうので、でその当時のそのエージェント資格っていうのがめちゃくちゃ難しい、はい、もうだ簡単に取れないっていう、あ、そう、受かるのがってことですね。受かるのが実際6カ国語か7カ国語俺も分かんない、はい、もうとにかく直接だから交渉できるから、あとでその副社長にいろいろこの経緯も含めてたいと思います。はい、はい、そう、中村俊輔さんとか、ほら、はい、数が、所属選手の、うん、で、現所属じゃない選手もいますけど、はい、ユートとかは、はい、マネジメントは自分でやって、エージェントは今も契約してるっていう。で、岡ちゃんと岡崎選手、僕はもう昔所属、はい、うん、してたと、俊、うん、さんとこういう本を出してるんです、皆さんね。ここにないかな、ナスないですね。そうないです。まだ本出してないので。スポーツコンサルティングジャパンの副社長、はい、西塚さん。よろしくお願いします。お願いします。もう、僕が、20前半からもずっとお世話になってるということで。で、ちょっと今回、オールドルーキー、リアルオールドルーキーということで、はいはい、サカティに。密着させてもらったんですけど、事務所の社長がロベルト筑田さん、そうです、ロベさんということで、まあ代理人業務を、はい、マネジメント業務、
両方やってるってことで、で、ライセンスは、ロベさんが持ってるってことですね。そう。この事務所を立ち上げる経緯が面白いんですけど、うん、あの実はロベさんが、当時の横浜 F マリノスになる前、横浜マリノス、マリノスの通訳、監督の通訳、そう、で、西さんがマネージャー、マネージャー、シュウですよね、うん、で、その当時所属したのが中村俊介さん、そう、僕らは95から入ってて、はい、俊介は97、1997年に東光学園から入って、はいはい、だ俊介とは、2年違いました。あ、マリノス他4年いて、ロベルタ5年いた、はいはいはい、で、お互い辞めて独立、まあ、俊介をイタリアに連れてくっていうところからスタートして独立したのが22年前かな。俊さんが第1号の、そうってことですね。そうそう、だから一喜一憂したよ彼が、はい、マリノスからレンタルで、はい、レンタルでまず行った、はい、ベッチーナって、ベッチーナで買い取りオプションがついてた、うん、活躍したら買い取ってもらえる、活躍しなかったら戻されちゃう、はい、で開幕戦で 2戦目かホームで、はい、インテルと、ビエリとか、はい、まあもう強豪インテルとやって、はい、で初めて上がってきたセリアに、うん、初めて上がってきたレッチーナってチームと、うん、に入ってやって、うん、で2対1負けたんだけど PK 取って PK を決めた、うん、で、うん、まず1ゴール目と、はい、で結局シーズンで7ゴール取った、あ、そうなんです、はい、うん、でアシストもかなりして、はい、で買い取ってもらった、なるほど、そこからこう、うん、会社としてってこと、会社として、あ、うん、ですよね、まあ、選手の成果がそのまま事務所の、そうだから本当に一瞬の活躍でこの会社が存続したかしなかったっていうぐらいの、あ、じゃあ俊さん活躍しなかったらなかった、なかった、なかった、ダンスなかった、おそらくね、そんな裏話が、そうだから俊が活躍してくれたことによって、はい、当時はこうやって海外に選手を出すっていう人がいなかった、いなかったですもんね、うん、はい、じゃあ僕も行きたいですって長谷部が続いて、うーん、で長友だ、岡崎だ、アメだ、うん、っていうつながっていう感じになった、そうそうそう、でその当時はその、今はないんですけど、そのライセンスが必要だったじゃないですか、ロベ、うん、さんが、うん、ライセンスをいつ取ったんですか、それ2002年かな、2003年かな、はい、うん、それかなり難しいんですよね、かなり難しい、弁護士、まあ、弁護士はもっと難しいんだけど、はい、基本的に法のルールをある程度知っていかないと、はい、やっぱお金が動くんで、はいはい、うん、そこら辺こうちゃんとルールを把握した人じゃないと、うん、入れないよっていうことにはなって、うん、ただ2015年にそれが撤廃された、撤廃された、世界サッカー連盟が撤廃して各国で委ねますっていう形になった、はい、うん、語学はそのライセンス当時のって喋れないといけないんですか、喋れないでもできるけど、はい、じゃあ誰とどうやって交渉するのって言ったら通訳を入れたりってことです、ね、誰かにお願いしたりっていうと、うん、やっぱり1個かますことによって、うん、トーンは変わっちゃうし、まあ確かに、うん、直接できるに越したことはない、うんうん、で当時直接できたのはうちしかいなかったから、あとは大体ドイツとかイタリアとか、うん、まあ、知ってる人がいて、はい、その人経由とか、うん、まあ、通訳を呼んできて交渉してとか、うん、しかもロブさん今7カ国語 ?6 だね 6?、うん、まあ、6だねって言ってもすごいけどスペイン、イタリア、ポルトガル、まあここは全部、ね、はい、一緒って言ってるんだけど似てるけど、はい、一個一個使い分けてるって、でフランス語と英語と日本語、しかもドイツ語と韓国語も、まあ、大体分かる、大体分かる、聞いたら分かる1回作れたらほぼ喋れるんですよ、だからね脳が違う、喋れる人はいる、通訳する人はいるけど、はい、今度交渉できるかっていう能力が兼ね備わってる、それ両方兼ね備ってるからやっぱりすごいなと思う、うん、うん、交渉できるけど語学がない、はいはい、どっちかはいるけど両方ってなかなかいないんで、やっぱ能力高いんで、うん、だから四六時中、まあ日本にいようが今はヨーロッパ行ってるけど、うん、もういろんな言葉で電話かかってくるから、あ、うん、パッて出た一言目で、ああイタリア人かかってきたんだなとか、あ、ブラジル人だと、あ、感じなんですね、そうそう、電話、まあ、多分プレミアム、そうそう、イギリスとかスコットランドかってなとかっていうのはすぐ分かる、うん、選手1号目ですよね、事務所として俊介雇用するの、いや、サガティ、あ、サガティ、そうですよね、うん、
で、どうだったんですか。もともと、まあ、はい、僕らもプレーはしてたけど、はい、日本代表っていうところでやったり、うん、もちろん J リーグで500試合以上出て活躍した選手が、うん、なんだろう、いい選手がいい監督、いい選手がいいエージェントとは限らないけど、うん、そうですね、うん、はい、ただサッカーティーは見る目があるのかなっていうのはこう話をしててね、はい、いや彼のこう一緒にやった選手は分かるけど、はい、やってなくてもあそこ僕いいと思うんですよ、ね、僕らとちょっと違う視点があったんで、ああそれがいいなと、うん、ちなみに坂田さんは社内でどういう存在なんですか。サッカーティーはカテゴリーで言うとユースとか、うん、10代の選手を中心に見てるから、で、まあ、僕は国内の、まあ、主要なところを見てて、で、ロベルトは海外にこれから行きたい人と今行っている人、うん、それから、まあ、これから戻ってくる人、まあ、そういうところをこう住み分けをしていて、うん、だからグループ分けされていて、でも別に会社でやってることだからもちろん共有を毎日してるし、はい、でこの規模だからなんか会議やんなくて毎日は会議みたいなもんだから、はい、だから常に情報が共有できるんで、オールドルーキーみたいなのほら2階にこう構えてあれがすごい立派な事務所じゃないんで、ちょうどいいからねこの大きさが、うん、まあ、オールドルーキーとか見て、うんうんうん、もしかしたらエージェントになりたいっていう人が出てくるかもしれないじゃないですか。出てくると思う。ってなった場合このどうやったらなれるのかな。ああ、それね、すごい聞かれる。うちの会社に入りたいって言って、その何でもいいですと、あのインターンでもとにかく何か扱ってくださいって言うけど、一部分だけ任せるって難しいんだよ。で、編集しといてって言うわけにもいかないし、編集の仕方もほら切り方があるからさ、うん、なかなかこう入り口も難しいのよ、うん、だからそうやって入ってきちゃうと言われるんだけど、ちょっとうちでやってなくてって、うん、で、基本的に全員中途の、うん、新規採用ってなくて、あ、そうなんそう、これは俺の考えだけだけど、サッカーティーも、うん、もちろん選手としてですし、あ、そうですね、はい、カマツキってやつはマリノスでマネージャーです、うん、みんなマリノスだったりした人もいる。そうですね、マリノス出身がそうだ、はい、ってことはそのどういう仕事をする人かどういう性格の人か分かってって取ってるんだよ、うん、だからそんなにブレはないのかな、うん、なんかマリノスの事務所に行ったのが変わらないみたいな。そうですね、本当にそうです。今編集終わられたと思うんですけど、はい、ちょっといくつか質問させていただきたいと思います、はい。まあ、このセカンドキャリアとして、まあ、この大人形っていう今職業だと思うんですけれども、はい、実際にその当時この大人形やるきっかけっていうのはどんな感じだったんですか。2017年に、はい、最後アビスパ福岡っていうところで契約が満了になって、うん、まあ、現役を続けるのかどうするのかっていうところで、まあ、チームももちろん探してたんです。まあ、現役やりたい気持ちがあったんで、はい、うん、次のチームがなかった時にちょうど何個か選択肢がある中で、このスポーツコンサルティングジャパンっていう会社からセカンドキャリアのオファーをもらえてたっていうところで、はい、最終的な判断でここに決めたと、はい、させてもらいました。あ、その現役終わってからさ、うん、生活スタイル変わるわけじゃん。ガラッとね、苦悩みたいなさ、なんかあった、そのなんだろうな、まあ、ほんと当たり前、多分世間一般的なこうサッカー選手でも何でもアスリートが多分こういう一般企業とかそういうとこ入って一番最初に困るのって、うん、パソコンであってこういうスキル何も持ってない、はいはいはい、そうだよね、すげえショック、ワード出ませんとかね、エクセルのなんすかそれみたいな、もうそこはちょっとね、うん、いや苦労ではないけど自分のスキルのなさにびっくりするよね。やっぱさ、現役時代さ、もっとこうそういう時間に使っとけばよかったなって思うことある？それはない。今の選手はじゃあやってんのかね。いや、どうなんだろうね。でも結構興味の入り口は今の選手の方が多い気がする、うん、まあそうだね、副業としてなんかさ一緒に、そうキャリアっていうの、うん、一緒にやってる人加えると思うけど、でもこういうスキルを持ってるとか、うん、どうなんだろうね。なんか現役時代さ、まあ、空いてる時間め結構あったじゃん結構というかかなりあったじゃん。そうだよね、よくよく考えるとね。それをさ、いや、よくこう話の中でこういうスキルをこう習得していけばよかったとか、うん、たまに聞くじゃない、そういう話で。実際どう思った？どうもそういう言葉を聞いて。いや、そりゃそうだって、今自分の過去変えれるんだったら変えたいよ。全部やるじゃん。全部やる。語学やってこれ好きやるじゃないじゃん。あの当時うちらが先輩に言われてたのが、
お前らサッカー以外のこと考えたら再生しねえぞずっと言われてて、余計なこと考えるねって言われてた時代だったから、そうっすよねなんつって、そうだね、うん、ちょっと時代は多分今変わってると思うんで、うん、だそうじゃん、だって実際 YouTube とかさ、うん、まあそうだね、のあれ、うん、ラストラストラスト、うん、でしょ、うん、だって正直俺も、うん、YouTube 始めた時に待てよとちょっと待てよ、選手がまず一番だろうと思ったけど、そうだね、そうだね、やっぱ素晴らしいことだったじゃん、まあ継続してね、うん、だし、ああいうモデルもなかったね、なかったなかった、それを初めてやった人がすごいなと思うし、うん、そうであるべきだよね、まあね、まあ、もちろんそっちにサッカー選手よりもそっちに費やす時間とか、うん、パワーが強くなっちゃったらちょっと違うけど、違うけど、はい、それは違うと思う、入り口はじめとしてはもうすごいことだ、うん、まあ実際に J リーガーだった時は、うん、まあある種表舞台に立ってる選手としてのこう活躍ってあったと思うんですけど、はい、今こうやって裏方のサポートする側に回って課題さとかって感じてたりとかってしますか？全くなくて、まあ、2017年に現役終わりました、まあ、結果現役が終わったんですけど、まあ、一応その後チーム探しはして、もうどうしてもやっぱ選手でまだ続けたいとか、こうあともうちょいやりたいっていう気持ちがあったんですけど、じゃあ引退しますって決めて、まあ、いろいろ発表したりして、その瞬間からこうサッカーをやりたいとかそういうの一切なくて俺すげえやりきったなってなんか思っちゃった。全然こっち側に立っても自分だったらもっとこうサッカーやってとかなんかいろいろやってと思いそうだけど、全くそういうの思わないです。アスリートから、まあ、ある種サラリーマンになったっていうことで、はい、金銭感覚とかってどういう感じで変わったのかなと思うんですけど、そうです、金銭感覚か、はい、金銭感覚は多分妻子持ち、はい、この人と一人者の人でそもそもまず違うじゃないですか、はい、でも僕も結婚して子供もいたんで、まあ、破天荒なやつじゃないと自分たちが勝ちてるんでそこら辺は大きくそうです。もちろんサッカー選手の頃よりかは派手な生活ではもちろんなくなりましたし、まあ、ただそこまでそういうのは感じてないですね。ちなみに今こうマネジメント、スポーツマネジメントだったりエージェントの仕事やってみて、やりがいってどんなところに感じてますか？もうやっぱ所属選手の活躍が一番、うん、こっちもおーってなる。今まで自分が点取ってチームが勝つよりもやっぱ自分が活躍しておーってなったところを、所属選手が点取った時におーってなるのがやっぱ変わったところかな、まあ、これからもうあの代理人業として、うん、活躍されていくと思うんですけれども、まあ、今後のその代理人業としての目標だったりっていうのはございますか？現在所属している選手の中でもたくさんこう世界に羽ばたいて日本代表として活躍している選手いますけど、その数をもっと増やしたいとか、自分がこう見てる人がそういう風になってってくれたら多分喜びだと思う、はい、まずはそこを目標にしてやっていきたいです。ありがとうございます。はい、ということで今あの編集作業とか、はい、まあ、事務作業終わって、でこれからこれからどっち、これから僕が担当している選手にちょっと会いに行って、はい、そこで会ってどういうことをするの？まあ今の現状の話とか来季に向けての話をちょっとしながら、なるほど、はい、お話ししてって感じですね。でそれでそれが終わってから、まあ、家に今日、はい、もう時間が時間なんでそのまま家に帰りたい。ちょっと最後あの、まあ、オールドルーキーもあったんで、はい、まあ、そういう代理人業務に興味がある人もいると思うし、はい、あとセカンドキャリアっていうこともこの動画でこう通じて、はい、たくさんアスリートの方がこう見てると思うので、はい、まあ、メッセージじゃないけどアドバイスとかも含めてあのもらえたらと思うんです。はい、そうですね、まあ、僕たちの公園でエージェント業務でもやってるんですけど、まあ、一人でも多くの選手をやっぱ世界で戦える舞台に連れていけることが僕たちの役目でもあると思いますし、たくさんじゃないですけどこなしていければいいなと思っているので、まだプロサッカー選手になってない皆さんにはとにかく日本を代表するような選手になっていけるようなそういう練習をしっかり積み上げていってもらって、まあ、僕たち以外にもたくさんのエージェントがいると思うので、そういう人たちを協力のもと世界に羽ばたいて、トッププレーになってほしいなと思います、うん、で逆に現役をやってる選手たちには、まあ、先ほども少しお話ししたんですけど、まあ、セカンドキャリアを考えるのももちろん大事だと思いますけど、とにかくサッカーを一生懸命やることで見えてくることもたくさんあると思うので、うん、とにかくサッカーを頑張って、まあセカンドキャリアも意識しないといけないと思いますけど、とにかくやっていってほしいなと思います。
やっぱりあのもともと現役でバリバリ活躍してた選手なんで、で今こうやって経ての代理人業務ってことで、まあ、言葉が重いと思うので皆さんね、あのぜひ参考にできることは参考にしていただいて頑張っていただければと思います。はい、行ってきます。ありがとうございました。